しかも目からビームが出る。ビーム。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。で、今日はこちらですね。うん、ボトルチェンジライダーシリーズ04、仮面ライダービルドニンニンコミックフォームです。はい、ということで仮面ライダービルドのベストマッチ4つ目だね。うん、はい、早速開けていきましょう。はい、そうだね、いい感じですね。うん、で、このハチマキみたいなやつ、うん、これもちゃんとあるね。おー、いい感じ。このアンダースーツのところちょっとね、こうしましまになってて、おー、これ忍者っぽくていいよね。うんうん、で、反対側こんなふうになるね。あ、ここにペンがついてる。あ、ほんとだね、うん、漫画描くペンだ。カブラペンっていうんだけど、こんなやつがついてますね。す、足はこんな感じですね。はい、かっこいいね。うん、そしてこちらが付属していた4コマ忍法刀ですね。うん、はい、デラックス版と比較してしまいますとこんなに大きさの差があります。比較しちゃいけないね。はい、ベストマッチじゃないんだけどいろいろ組み合わせてみましょう。うん、まずこれが忍者タンクフォーム、これかっこいいね。うん、色合ってる。そしてこっちがラビットコミックフォーム、ああ面白い。うん、続いてが忍者ダイヤモンドフォーム、これも色合ってる。うん、いい感じ。そしてこっちがゴリラコミックフォーム、ああこれは合ってないね、ちょっとね。うん、最後にこちらが忍者ガトリンクフォーム、これめっちゃかっこいい。そうだね、うん、メタリック、メタリックで、これがタカコミックフォーム、あーこれもいいね。うん、これも合ってる。俺は仮面ライダービルド、今日もスマッシュを倒し世界の平和を守っている。うわお前はスーパーマリオ伝説のクッパー、話が違うぞ。そんなのは関係ない。わしはスマッシュだし、うわしかも目からビームが出る。ビーム、わしは強いじゃない。強すぎる。なるほど、フォームチェンジだ。フォームチェンジだと、それがどうした、何か変わるか。二つに分かれている。うん、ゴリラモンドフォーム。はっ！うわ、やった。今だ。ああ！わしの棘は強いからな。どうだ、やはり大したことはないな。ダイヤモンドとかなとか言ってたけども。もう一回フォームチェンジだ。なんだか、待っといてやろう。ゴリラガトリンクフォーム。ガトリンク、ガトリンクってなんだ。油断したな、ガトリンクってなんだ。ガトリンク、ガトリンクってなんだ。今のシュッ。やっぱり大したことないな。最後のフォームチェンジだ。最後のフォームチェンジ。フォームチェンジ。ニンニンコミックフォームだ。お、なんだ、また弱そうだな、ブシュッ。ここの、うわぁ、ガッ、うわぁ、ガッ、うわぁ、ガッ、ブシュッ。あ、今だ、シュッ。シュッ。あぁ、痛い。あ、やられた。忍者だから、すごい速いのか。あ、カトンの術。アビバー。では皆さんごきげんよう。隠れ身の術。
はい、ということで今回はボトルチェンジライダーシリーズ04仮面ライダービルドニンニンコミックフォームでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。